俺もあの前回あのこれやった時にやっぱこれをこの足踏み、はい、やっぱタイミングを取るっていうところで一遍こう前に乗った後の方がこうタイミング取れない人は取りやすいよっていうニュアンスのことも、はい、やっぱり 言わせてもらったんだけど、やっぱあのタイミングってさっきも言ったようにすごい難しくて教えれるもんじゃないし自分で作っていくものなんで、だそういうこういういろんなねアドバイスをこうなんか引き出しにするっていうか、辰波さん言うように一遍こう完全にこう乗って、まあ、井端選手もそうだけど、はい、それってすごい俺もやりやすいんじゃないかなと思うんで、子どもたちにね、はい、こういう形であのタイミングの取り方をやってほしいなと。今あのプロ野球選手見ても結構こう足動かしてる選手多いですよね。多いですね、で、うん、あのやはりいきなり背から動き出すことって難しいですから、例えば足動かない人はどっかこう肘が動いてるね、必ず体のどっかの部分であの指導する準備ですよね、動きやすい準備を手でやったりこう足でやったり、まあ、どっかでみんな作ってるんですよね。そこをやっぱりちょっと注目してプロ野球選手見てもらいたいなと思いますね。そうですね、指導者の皆さんもね、はい、そういうところを見てあの子供らに教えてほしいですし、あとはあれですか、その親指、そうですね、ステップする時親指の母指球からやっぱりこうついてしまうと、もういくらでもステップも広くなってしまいますし、で自分もあの現役時代はもちろん手をここに構えたりここに構えたり、ね、足を大きく上げたりこうすり足にしたり、こう一回ついてこうついたり、いろんなことはやったんですけど、最終的には自分があのバッティングで一番大事だと思うのは、ピッチャーがこう投げてくるボールをいかにこの形で見送れるかどうかですよね。で皆さんも経験あると思うんですけど、必ず調子悪い時はステップがもう本当こんなに広くなりますよね。もちろん速いボールを自分から前に行って距離を詰めてしまえば距離が取れないですし、もうこれだけ行ってしまうとすかされたボールももう止まらないと言いましょうかね。だからとにかくピッチャーにタイミングを合わせてこの形で打ちに行くかやめるかという、この形ができればスイングができる人はある程度安定すると思うんですけどね。そうですよね、だいたいあの見逃し方を見てると子供らでもそうですよ ね若い子でもやっぱしっかりこの形がこうパッとこうできてる子はそうですね、伸びるなっていうね。あともう一つ気になるのが、ヘッドがすごくこう入る人ですね、トップで、こっちにバットってこう戻さないと出てこないので、どうしても遠回りしますよね、であと手が最終的に打ちに行った時トップが背中の方に入る人、これは例えばインコース来たらもう体を振るしかないんですよね、バットが出てこないので。だから自分とかはインコース狙う時は特にここに懐を作って腰を切れば自然にこう体の近いところバット通ると、私の話で恐縮なんだけど、俺も若い時はやっぱすごいこっちにこう、はい、力めば力むほどですよね、やっぱ腕でガッと入ってこう入るんで、インコース打てたのに なんで打てないのかなってこう なんとかビデオ撮ったらやっぱこっちにこう入っても全然出てこなくなってたという。今のプロ野球選手見て、例えば柳田選手とか村上選手もそうですし、本当にスイングの速い人、これはあの少々バットが下から出てもそのスイングの速さでカバーできてる選手って多いですよね、そうですよね、若いうち特にね、だから自分の場合はそんなに体が大きくなかったのである程度こう、理にかなったボールの待ち方とかスイングをしないとやっぱり打てなかったので、スイングのスピードでカバーはできなかったので、まあ、その辺はすごく研究しましたね。2400以上打ってそういう選手のこのいい話だなっていうのと、100人いたら100人多分いろんな違うことを言うと思うんですけど、すごい、まあ、でも今本当に、あのゴルフもそうですけど、すごくいろんな人理論があって、確かにそれがハマってうまくいくこともあれば、逆にどん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 いろんなことをやりすぎて、自分が分からなくなって逆に下手になってしまうっていうことがあると思うんですけども、まあ、こうやってあのバッティングのことも今プロ野球選手であったり、まあ、OB の方であったり、あの感覚でいろんなことを、ね、言われる方が多いと思うので、あんまり迷わずにね。本当にベンちゃんも同じようなこと言ってて、プロ野球は、まあ、芯がありながら多少ちょっとこ そうです、ね、直していくって、さっき あの辰が言うようにステップを一遍こっちに引いてから打ちに行くとか、マイナーチェンジっていうかな、あのあんまりこうあでもないこうでもないって言って
真逆もありますからね。そうですね、うん、今フライボール革命でね、うんうん、こう力のない子供たちが下から上に振ってもやっぱボールで、ね、当たる確率接点も少ないですし、うん、でもなんかやっぱみんな言うこと似てますよね。言い方が 違うだけで大体みんなこうイメージしていることが同じで、あとあのプロ野球選手活躍した人がこうインタビューした時にちょっと色をつけてね喋、うん、ることがありますよね。あるね、うん、その辺がバッティングの難しいところで表現の仕方で、ね、うん、相手聞いてる方っていうのはいろいろ捉え方が違うと思うので、うん、だからその辺もちょっと気をつけてもらいたいな、うん、あくまでも基本はしっかりといくつかクリアしないといけない点ってあると思うんですよね、うん、それぞれスイングとかタイミングの取り方違うんですけれども、ここだけは共通してないといけないっていう点がやっぱりボールを打ちに行く形ですよね、うん、そこはぜひ気をつけてもらいたいなと思います。第1回、また今回もすごい勉強になりました、まあ、タイミングが一番大事で構えからステップするときには、母子球、左足の母子球をでこう一気にドンとつかず、はいはい、ご視聴いただきありがとうございました、次回はインサイドアウトについて、教えてもらいましょう。